ミュンヒベルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区の防府軍に属する市で、アウトバーン A 級、連邦道 B に及び B289 沿い、ミュンヘンとベルリンの間に位置する。ミュンヒベルクは、フィヒテル山地及びフランケンバルトへの入り口にあたる。本市は、公式には59の地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 ミュンヒベルク周辺地域に初めて入植が行われたのは10世紀から11世紀にまで遡る。ここにミュンヒベルク川上流に沿ってニュルンベルクライプツヒを結ぶ帝国街道が通りその宿液が設けられた。地名のマンチバーグは最初の入植者である修道士たちに由来すると言われている。この名前はその後時間の経過と共に変化していった。 ミュンヒベルクが初めて史料に現れるのは1224年のことである。1938年から1972年までミュンヒベルクは同盟の軍の軍長所在地であった。ミュンヒベルク市は1958年から1978年の間に18の市町村が合併して形成された。1990年10月19日。 アウトバーン A 級のミュンヒベルク付近で最悪の交通事故が起こった。ミュンヒベルクはその全域が繊維の街として知られている。プルシュニッツの歩行者専用地域ジェファーソンシティ2004年12月、ミュンヒベルクの市議会は24議席からなる。ありがとうございます。